まあ、ここから本題になります。じゃあ、すみません、以上でお願いします。発表の方は、英語でやったんですけれども、まあ、今日はね、日本なので、日本語で行かせていただきます。ということで、これは、先ほども申しましたけど、スケジューラーとデッドラインスケジューラーっていうのも、対応しましたという話です。で、このデッドラインスケジューラーの話に関しては、前回 の、 ジャンボリーで、そしてうち の、 メンバーの、山田さんという方が、実際に評価をして、どういったこう問題があるかということをやっていました。でそちらの資料は、e-linux.org の、ウィキの方に上がってますので、まあ、そちら、もしご興味があれば、そちらの方も、合わせて見ていただければなと思います。よろしくお願いします。で、アウトラインとしては、まあ、なんでこんなことやろうかと思ったかということと、あと、デッドラインスケジューラーって何っていう話と、あとは、まあ、スケッチデッドラインがどんなもので、それに対して、評価を行ったらこんな問題がありましたっていう話。それに対して、評価を行ったときに問題というのは、やっぱりバジェットの、要は割り当てた時間に対するマネジメントがちょっと甘かったというのは問題としてあるんですけれども、まあ、それをうまくちょっと直しましたという話を最後にしてまとめたいと思います。で、一番最初にですね、リラックスといろんなシステムで使っています。で、まあ、弊社でもいろんなシステムに使っているんですけれども、まあ、ここじゃ言えないようなというか、システムにも使っていて、で特に結構最近主要となっているのは、いわゆる制御系のシステムに対してのリラックスって結構使われ始めています。どんな制御系かはあまり言えないっていうのはちょっと置いておいてください。でそういった中でやっぱり制御系のシステムっていうのは、まあ、リアルタイム性っていうのはかなり重要な要素になっています。要はとにかく決められた時間内にきちんと応答を返すところまでを保証しなくちゃいけないっていうのが問題になっています。そういった中で、やっぱりじゃあ Linux に何してもらいたいかっていうと、まあ、決められた時間内に必ず応答を返すことを保証してほしい。別に何でしょう、早く処理するんじゃなくて、本当に決められた時間までに間に合うということが重要ということが書いてあります。で、時々なんかバグとか、まあ、もしあった場合でも、リアルタイムで動かなくちゃいけないものだけはやっぱりちゃんと動けるような環境っていうのもあったら嬉しいなっていうのが、まあ、要望としてはあります。でそういった中で、EDF スケジューラーっていうのはデッドライン RS でデッドラインファーストスケジューラーって、要はデッドラインが一番近いものからちゃんとスケジューリングしていくってスケジューラーなんですけど、まあ、そこに着目をしてみました。で、まあ、デッドラインっていうのは何ぞやっていう話は、まあ、一応基本にありますので説明させていただきますと、要は、あるこう決められた時間、決められた時間っていうのはここって決まっていたら、もしそこまでに必ず決められた処理をして、まあ、応答を返すっていうことがデッドラインを守るってことです。でその中で、まず一つ重要な観点というのは、何かイベント、最初にこうきっかけがあるはずなので、そのイベントが発生してからその処理を開始するまでの時間というのを、まあ、きちんと安定したものにしておくことということと、もう一つは、その、処理をする時間になったらきちんとその処理できるだけの、まあ、CPU リソースをきちんと割り当ててやることという、この2つの観点が重要になっています。でそういった中で、じゃあデッドラインスケジューリングというのがいくつかこう提案されていて、ですね、この前に前提にちょっとです、ね、デッドラインスケジューリングって本当に必要なのかどうかという議論はちょっと置いといてください。それを使わなくてもこういうことってできるので、まあ、置いといていただきたいですけど、デッドラインスケジューリングって言って、要はデッドラインが、いくつかこう割り当てられて、いくつかのこうジョブに対して、まあ、決められたデッドラインというのが定義されているときに、それを、まあ、自動的にスケジューリングしましょうということで、デッドラインスケジューリングというアルゴリズムがいくつか提案されています。でその中で、まあ、有名どころというのはちょっと2つちょっと簡単なのを紹介させていただきたいと思うんですけれども、まず1つは、まあ、RS デッドラインファーストスケジューリングというスケジューラーになります。でこちらは、まあ
あるデッドライン、例えば1ミリセック後にデッドラインが来るものと2ミリセック後にデッドラインが来るものと3ミリセック後にデッドラインが来るものというのがもしあった場合には、一番最も早い1ミリセック後にデッドラインが来るものというのを先にスケジューリングして処理をさせてしまいましょうという、そういったスケジューリング方式になっています。で、それがですね、そのタスクのプライオリティというのは、要はどういうふうにデッドライン、が次のデッドラインが来るかっていうのは動的に変わる場合もあるので、そこら辺は動的に変化することも可能だと思います。これに対してスケットファイフォっていう Linux の、いわゆる RT スケジューリングクラスのところにあるものは、こちらというとスタティックプライオリティマネジメントでやっています。で、デッドラインスケジュールっていうのは一応理論的には 100% まで CPU を使い切れるものと言われています。これはあくまでも理論的です。その中にはもちろんスケール関連のオーバーヘッドなども入ってきています。で、この辺の話はですね、ウィキペディアとかにも載っていますので、これを見ていただければと思います。で、EDF スケジューリングを、例としてこんなものを挙げているんですけれども、例えばタスクは、要は、8ミリセックごとに起動される、ピリオド、周期が8ミリセックごとに1ミリセックの処理をするというものです。で、タスク2の方は、周期5ミリセックごとに2ミリセックの処理をする。で、タスク3は周期10ミリセックごとに、4ミリセックの処理をする。で、これ CPU の利用率見ていくと 92.5%、100% で少ないのでスケジューリングできるというものなんですけれども、これを見たときに、一番こうスケジューリングをどの順番でやるかというと、一番最初はピリオド5ミリセックのタスク2が一番最初にコンデッドラインが来ているので、こいつを処理してやる。次にタスク1がここに来ているので、これをタスク1を処理してやる。で、次はタスク3を処理してやる。で、タスク3を処理し終わっている途中に、次の T2 が起き上がってくるんですけれども、T2 が起き上がる方が、なんでしょう、これは。T2 の方が周期が短くて、そっちの方が優先なので、こちらを処理して、でっていうことで、とにかく次にデッドラインがドイツが早いかということを、リズムに処理をしてやるというのが、EDF スケジューリングの内容になります。で、これに対してもう一つ有名なのがですね、レートモノトニックスケジューリングというのがありまして、こちらはですね、タスクの、何でしょう、どういう意味で忘れちゃうんですよ。ですね、まず一ついくつかの過程がありまして、まずハードウェアリソースとかそういったものはまずシェアしない。で、デッドラインっていうのは、ピリオドと、同一である。あとはスタティックプライオリティで割り当てられているということが、この辺があるんですけど、一番のポイントとしては、周期が短いものっていうのがとにかく優先っていうのが、このレートモノトニックスケジューリングのポイントになっています。で、CPU の利用率で最大の値っていうのはどの辺まで利用できるかっていうのは、一応理論的には 0.69 で 69% と言われているんですけれども、この辺実際にやってみると、80% くらいでもきちんとスケジューリングできちゃうってこともあるので、この辺は一概には言えます。で、これで、レートモノトニックスケジューリングと、デッドラインファーストスケジューリングっていうのを、比較してみると、さっきと同じ、タスクセットで比較すると、レートモノトニックスケジューリングの場合は、とにかく周期の短いものっていうのを優先的に処理するので、このところでデッドラインミスが発生してしまうっていうのはあります。ただ、EDF の方はとにかくデッドラインのことだけを考えてスケジューリングするので、この辺は、満たすことができるようになっています。ただですね、これ本当にじゃあこれでいいのかっていうと、そこは一長一短ありまして、レートモノトニックスケジューリングの方は考え方が簡単なので、実際にプログラミングしてみると実装は簡単です。ただ、EDF の方はとにかくデッドラインがどうなっているかっていうことをきちんと考えていかなくちゃいけないので、実装の方は複雑になる。つまりは、CPU のもうスケジューリングかけるオーバーヘッドというのが大きくなってきてしまうという問題もあります。その辺をまとめたのは、この辺なんですけれども、レートモノトニックスケジューリングというのは、簡単にインプリメントできるけれども、
まあ、デッドラインをきちんと守るためにはきちんと計画的にタスクの設計を行わなくちゃいけない。逆に DTF の場合はその辺のところが要は時間内に収まっていることが分かってさえいればスケジューリングができるんだろうけど、まあ、実装は難しいという問題になります。でこれに対して ETF をじゃあ実際に作っている人たちがいます。で、こちらはですねスケートデッドラインというこの URL ありますけどそちらを見ていただければと思うんですけれども、まあ、実際ですね、この、ダリオなんとかということと UD なんとかってちょっと読めないみたいなのがあるんですけどっていう方が、まあ、実際に LKML にこのスケートデッドラインのコードを何度も何度もポストしています。で、今 の、 まあ、最新バージョンっていうのは、まあ、10月24日にポストされた、バージョン6っていうものが出しています。ただ、今回のこ の、 プレゼンでは、2とか4あたりをちょっと評価には使っています。で、このスケットデッドラインの、いいところっていうのは要はテンポラルアイソレーションっていって要は時間的にきちんと隔離されている状態っていうのを作り出すことができて、その、CPU あるこうタスクに対して CPU を周期あたり、何パーセントっていうか何ミリセット割り当てるとかそういったことを言った場合にはその時間っていうのは保証される。でそれをやってる間に、他のタスクによってなんかどんなにこうオーバーヘッドが高いタスクが入ってこようと邪魔されることがないっていうところが一つ の、 ポイントになっています。でそれを実現するためにまあ、スケートデッドラインの中の管理としてはバジェット、要は CPU はどのくらいこう必要なのか、例えば10ミリセックの周期の中で何ミリセック CPU を使わなくちゃいけないかというバジェットということと、あとはその周期何ミリセックごとにそのタスクを動くかというピリオドという概念が重要となっています。で、実際にスケートデッドラインをカーネルに組み込んで、使うにはどんなことをすればいいかというと、まあ、コードの方はこの辺のところから取ってきてもらって、でカーネルコンフィギュレーションとしては、実はこうスケートデッドラインというやつがなんかパラメータとしてはないんですね。ただ、この辺のものをオンにしておかないとうまく動かないということがあります。特にこのコンフィグハーツ1000っていうのをオンにしておかないと、要は、ビジョンの管理っていうのは、このハーツに依存しているので、これがオンになっていないと、もうちょっと荒い管理しかできなくなってしまうというものになります。で、バージョン6でも、まあ、この辺、実は同じになっています。で、スケートデッドライン の、 まあ、全体構造としては まあ、図に表すとこんな感じになっているというのがあるんですけど、この図そのままちゃんと沿って説明していこうと思います。まず一つが、このスケートコントロールスケートデッドラインのアンタイムとビデオというのは先ほど言った、割り当てなくちゃいけないバジェットと、あとはそのデッドラインタスクが持つピリオドを定義する変数になります。でこの2つの変数っていうのはブロック FS を通してコンフィギュレーションができるようになっています。ただですねこのスケットデッドラインとスケットファイフやスケットラウンドロブンという、いわゆるリアルタイムスケジューリンググラスの2つ の、 CPU の利用率っていうのを合わせたときに 100% を必ず下回るように設定しなくてはいけないっていう制限はあります。で、ですね、もしこれを上回るようなタスクをサブミットしようとすると、結局これはスケジューリングできないことになるので、まあ、サブミットできなくなっています。で、そのセッティングとしては例えば、ですね、スケート RT ランタイムマイクロセックっていうのを500ミリセックってやるときはこの500ミリセックなんですけど、ピリオドの方を100ミリセッ
ックにした場合の50ミリセックっていうのはちょっとこれ紛らわしいんですよね。こっちは、スケートデッドラインはピリオドっていうのがとにかく周期っていうのは基本になるので、とにかく周期を設定して、その周期あたりの何パーセントということで時間を設定するので、100ミリセックの周期を設定したら50ミリセックは 50% ということになります。ただですね、リアルタイムスケジューリングクラスっていうのは基本的に1秒あたりのどのくらいっていう設定の仕方しかしないので、とにかく500ミリセックで 50% という設定になります。このところだけ間違えなければ、設定するのは簡単です。で、これを今度、このステートパラメータ EX 実際に実行する方に時点で のパラメータを設定することになるんですけど、こちらの方はですね、実行時に、スケートツールっていうものを使ってやるか、もしくはシステムコードを使ってやるかの2種類 の方法を選択できます。ですので、今まで言ったことを言うと、まずスケートデッドラインそのものにどのくらいCPU を割り当てる権限があるかということをまず一つ定義です。次に実際のタスクに対してどのくらい の周期とどのくらいのバジェットを割り当てるかを定義する。この2段階を見ることになります。で、その辺がパラメータとして渡されると、あとはスケートデッドラインはそれに従って、スケジューリングを行うということになります。で、その中でじゃあ実際にどうやったバジェットのマネジメントを行っているかということなんですけれども、バジェットのマネジメントは、ですね、実際に周期あたりに CPU 時間、例えば10ミリセックの中に1ミリセック CPU 時間を割り当てられているかというと、その周期の中で1ミリセック使い切ったら、次の、10ミリセックの周期に入ったときに、そのタスクっていうのは1ミリセックまた使う権限が与えられます。で、その使う権限、どのくらい使っていいかっていうところを、リフィルっていうことで、1ミリセックまたチャージしてあげましょうみたいな感じで、次の周期でチャージされるんですけど、こちらの方はこの DL タイマーっていうものでチャージされます。で、実際にそれをじゃあどのくらい使ったのっていう感じにするんですけど、こちらの方は、タスクキック DL っていうもので、この2つのパラメータを使ってやっています。で、これはですね、リフィルバジェットの方はハイレゾリューションタイマーをベースにしているんですけど、もう一つの方はキックベースになっています。で、じゃあこの辺をじゃあ実際にどういうふうになっていたかっていうのを実験をしてみましたというのがこの辺のスライドなんですが、これはですね、実際の実データを見た方がいいので、こちらの方にこう実データを持ってきました。でですね、まず一番最初に一番最初にこのデータ、どんなデータかというと、ちょっと、100ミリセックの周期の中で、50ミリセックのバジェットを割り当てたというデータが、まずこの画面になります。で、これで、何でしたっけ、FTrace でデータを取って、でカーネルシャープで表示した結果になります。で、実際にこれがどのくらいになっているかというのを、もうちょっと拡大して表示するには、こう、前からできててなんですけど、実際に、ここから、ここの次の緑のところの間っていうのは文字見えないんですよね、多分。文字は非常に見えにくいので、口頭で言いますけど、ここからここまでが大体100ミリセックになっています。で、この緑の線から赤い線が50ミリセックの幅になっています。で、実際こう横スクロールしてこう見てってみると、結構きれいにこうちゃんと緑と白の間隔が同じくらいの間隔で、割り当てられているっていうのが分かると思います。これがですね、じゃあ今度はこれは、1ミリセックの中で500マイクロセックだけバジェットを割り当てた場合にはどうなるかということなんですけれども、今 のオープンソースで公開されているスケートデッドラインで実際にこう実験してみるとどうなるかというと、拡大すると、あれ、
拡大が足りないですね。こんな感じで先ほど緑のところと白のところが結構きれいに分かれていたんですけれども、まあオープンソースのものを持ってくるとなんかよくわからないこう線になってしまっていて、本当にこう細い線がぴょっとだけ現れているところがあったと思えば、こうやって緑にずっとなんか全部されちゃってるような状態になってきてしまうということが、まあ、あります。でこのようにですね、今のものっていうのは、まあ、こうタスクの周期とそのバジェットをどんどん間隔を短くしていくと実際崩壊してしまうっていう問題がありました。で今回は、今回の発表でこれを何とかしましょうっていうのが発表のポイントになります。で実際なんでこんな問題が起こるのかっていう話なんですけれども、先ほど言いました通り、リフィルのバジェットの方は例えば 1.5 ミリセックとかっていうところも定義することができます。で実際に500マイクロセックっていうのを定義してさっきの実験を行いました。でそれがなぜ定義できるかというと、こちらのハイレゾリューションタイマーがベースになっていて、リフィルの時は必ず500マイクロセックごとにリフィルされるっていうのが一つのパラメータとしてはあるんですけど、問題は、実際にどのくらいバジェットを使ったかっていう管理の方は TIC がベースになっていて、 TIC は結局カーネルパラメータのハーツに依存してしまいます。なので、先ほどちょっとコンフィギュレーションのところでハーツ1000にしとかないとダメなんだよって言ったんですけど、そこのところをもし100とかにするともっとひどいことになります。で、それがあるがゆえに例えば 1.5 ミリセックっていうのがあると1ミリセックはまあ消費できるんですね。次の1ミリセックっていうのは、実際消費するのは2ミリセックを次のティックが入るまでは消費しちゃうのでスケジュールにされた状態になってしまうので実際2ミリセック使われちゃったりします。でもし使いすぎちゃった場合に今のスケートデッドラインがどうなっているかというと次の周期とかそういうところでどっかで補填するんですね。でそういう構造になっています。なので、先ほどのロゴにあったように本当に一瞬だけ使われるところがあったかと思えば大量に使われているようなところもあるっていうそういう状態になってきてしまうというのが問題としてあります。でそういうことなので何をしたかというと、まあこの辺の感度よく方が分かると思うんですけど全部ハイレゾリューションタイマーにしましょうでっていうのが、まあ、今回のポイントです。で、基本的には、バジェットを例えば 3.2 ミリセックというバジェットがあってそれを消費していくときにはティックが入るごとにまず1ミリセックとか2ミリセックとか大きなところはそのまま消費しちゃいましょうというのが一つです。で最後の一番最後の波数のところだから要はハーツの粒度じゃダメなところだけはハイレゾリューションティックというのがカーネルの中の機能の一つとしてありましてそれを使って、要は 0.2 ミリセック200マイクロセックをきちんと消費できるようにする。要は200マイクロセック経ったところできちんと割り込みが入ってくるようにするということをしました。なので、ここ 3.2 ミリだと3ミリまではティックで消費して、最後の、細かなところだけ HR ティックで消費するという、こういった変更を行いました。で、実際にどうなったかというと、まあ、これ、スナップショットがこうなんですけど、実際にどうなったかというと、これが、HR ティックを使える改良したときの、よく関連シャープのログになるんですけれども、ここをずっと拡大していくと、まあ、この時点で、この辺をこう拡大してみると、きれいに白と今回の場合、紫のところが、きれいに分かれていることが、見て取れるかと思います。なので、この単純な変更に見えるんですけれども、この辺を
スケートデザインって結構いろんなところでその実行のパラメータがあるので、まあ、全部 HRTに揃えてやるってことで、まあマイクロ秒単位の、バジェットのマネジメントにも対応できるようになったっていうのが今回のポイントになっています。で実際のこううまくきれいになったでしょっていうことを、まあ、皆さんに見せた上で、じゃあこれの方法ってどんなアドバンテージ、ディスアドバンテージがあるかというと、基本的にはアドバンテージとしてはやっぱりハイレジションキックを使っているので、かなりの精度で、このバジェットのマネジメントができるようになるということが一つあります。ただですね、ディスアドバンテージとしてはやっぱり割り込み HR キックを使うことによって細かい流動で割り込みがどんどんバンバン入ってくるようになるので、その辺のオーバーヘッドっていうのは少し考えなければならないというところがあります。で、例えば割り込み1回処理するのに、10マイクロセックとかかかるような CPU だと100マイクロセックのこう何でしょうやつをバジェット割り当てていくと大体 10% くらいがもうそれにかかることを考慮して、残りのところ例えば1ミリセックの中にどれだけのタスクが入れられるかってことを考えなきゃいけないということはあるかと思います。で、ここまでが、まあ、私の話の、まあ、全体です。で、まとめといたしましては、まあ、スケートデッドラインというのはリアルタイムシステムで、特に私今個人的に思っているのは、まあ、テンポラルアイソレーションという、要は時間的にきちんと確認された状態をうまく作り出すことができるということが非常に大きなポイントだと私は思っています。で、今回の話ではそういったものを評価していた中で、まあ、マイクロセックオーダーのまあ、バジェットマネジメントというのがうまく使えないということだったので、そこを HR キックを使うことによってうまく動くように直しましたという話になっています。で、実際にじゃあ何やったかというと、これは結構長い道のりで、まず最初にですね、なぜかバックポートが入ったんですね。 3.2 に出てきたパッチをバージョン 3.0 の RT にバックポートしました。で、なんでそんなことをしたかというと LTSA がバージョン 3.0 だったからで、なんか LTSA を使っていこうと思ったんですけど、まあ、バックポートしないといけないよなっていう話になっていて、まあ、バックポートしてます。で、そこの上で、今回スケートデッドラインのバージョン4っていうのは 3.2 に対して出ていたので、それを 3.0RT の方にインプリメントしました。で、それをインプリメントするとまた今度フォワードポートしなくちゃいけなくなるので、ちゃんと 3.2 の方にもフォワードポートして、で、最終的には先ほどの一番最初の方に紹介したスケートデッドラインを作った人たちに実際にこういうふうにやるといいんじゃないっていう感じで、提案はしました。で、パッチも投げました。で、今どんな状態になっているかというと、ですね、まあ、スケートデッドラインの中で HR キックを使うか使わないかというのは議論になったかどうかわかんないんですけれども、やっぱり、まあ、バジェットマネジメントのところで HR キックを使うっていうのを良くないと思ってる人もいるらしいっていうのは何か聞きました。で、ただですね、やっぱりこうマイクロ秒オーダーのバジェットマネジメントをきちんとできるようにするにはどうしたらいいかということで、まあ、HR キックをなるべく最小限で使うようなパッチだったので、そこは何か理解してもらえたようでした。で、次にバージョン7が出るんですけれども、もしかするとそこに入るかもしれないです。ただですね、インプリメンテーションの仕方としては私たちやったやり方よりももうちょっと何か変えたというメールが昨日来てました。なので、まあこうちょっとでもお役に立てたらいいなっていうのは私のお話です。以上で発表を終わりにさせていただきたいと思います。じゃあ質問とかコメントとかぜひ。はい、どうですか。はい、はい、この利点と欠点のところで、はい、その利点としてはハイレゾリューションタイマーを使うことによって細かい時間設定ができるようになって、はい、で欠点のところでそのために割り込みをオーバーヘッドが大きくなったということなんですけども、それは結局割り込みに入る回数が増えてしまうからという意味であります。はい、そうです。でもだとするとそれって、はい、ティックレスタイマーみたいな考えを入れれば、その割り込みの回数が増えないからその欠点を防げるんじゃないかなという気がするんですけど、
ジックネスタイマーを、使おうとすると今度ですね、スケートデッドラインの場合はバジェットを消費している間に、要は次の、要は何でしょう、タスクのサブミッションはいいんですよ、できるんですよ。なのでタスクのサブミッションをされた時にどこから始めるっていうか割り込めなくなっちゃうので、ティックを使いながら何かこう割り込める状態は作っておかなくちゃいけない。ただ、全部ティックに合わせちゃうと、本当にティックレスでやっちゃうと、その 3. 点何っていうものが来ちゃった場合に、そこのところは全くここ何もできなくなっちゃう可能性があるのでっていうのと、あとどのくらい消費したかわからなくなっちゃうっていうところがあるので、このティックは必要なんじゃないかと思う。ティックレスっていうことは結局次にいつそのタイムを上げるかっていうのはあらかじめ決めてしまうわけだけども、それより早く終わってしまったらそれも無駄になるって、そういうこと言ってるんですか。それもあると思います。あとついでに、せっかく 3.0 動かしたんだったらそれあっち投げましょうよ。バッチですか。どうにバックポーズしたんだったら、その LTSI のところとか。ですね、これはね、もうちょっと長いストーリーがありまして、そうですか。はい、LTSI にバックポートしているっていうのは、あくまでも、本当に 3.0 です。で、ちょっとビデオが回ってるんですけど、いいです。3.0 に、RT パッチを、要はバック、コーティング、LTSI にポーティングしてみると、これがですね結構問題です。でどうしようかなと、要は動かないんですよ。コンパイルは通るんですけど、でなんでかというと 3.0 の ARM の、コードになんか結構ドラスティックな変更を加えてくれた方がいるらしくて、IRQ 周りかなんかで、コンフリクトが起きていて、そこのところを解決しない限り、とにかくカーネルがパニックになっちゃって動かない。なので RP パッチそのまま持ち込もうとすると、まず最初に RP パッチ の、 部分を何とかしてからもうスケートデッドラインを出なくちゃいけないっていうのがあって、でそれができたらいいなという気持ちはあるんですけど、ちょっと忙しくてすぐできていないっていうところで、もしできたら投げますね私は。今 RP パッチってバージョンいくつを限定してるんですかね。あれ今、コミュニティベースでは 3.4 として、3.4 しか出してなかったんですけど、いつも2、3個出してますよね。ですね、ロングタームやってるのは、レッドハットのスティーブンさんが、やってて、それは 3.2 と 3.0 と、で、あと 3.4 でしたね、やつをやっています。で、3.0 の方もかなりこうパッチが出るたびに必ずステーブルの方に追随してバランティパッチを出してくださっているので、今ちょうどたまたまこう私が使っているというのが LTS の 3.0 なので、そちらの方で、できたら投げればいいなくらいの気持ちで言われます。誰か手伝ってくれたらいいんですけどね。これスケート RR とかスケート解放と同時に動かしたときってどういうふうなスケジューリングになるんですか。そのスケジューリングはですね、デッドラインクラスっていうのが一番上にいて一番偉いんですよ。でその下に RT クラスがいるので、まずスケジューリングのやり方としては、スケートデッドライン の、 タスクを最優先にスケジューリングして、でその後解放の中に入っている人が誰かいたらそいつをスケジューリングするっていう優先のスケジューリングになってます。解放もプリエンプトされるってことですね。はい。ですね。はい。その場合、解放は最大限まで行ったところで、スケートデッドラインの方にの時間が来たら、そっち側に切り替わる形なんですか。いや、プリエンプトする。もうプリエンプトされちゃうんですよ。はい。ってことは、例えばスケート解放のやつしかないと、他にデッドラインとスケート解放のプロセスしかないとしたときに、はい、スケート解放がずっと続いてて、はい、デッドラインのが動かないといけないときにもうそこでプリエンプトされるっていう。そうそう、はい、その通りです。別に CPU リソースはリザーブしてるわけではない。要はいつもデッドラインが動けるようにファイフォー何パーセントかに抑えてるとか、そういうわけではない。それは最初に
あって、あるんでしたっけ、最初にリアルタイムクラスとスケートデッドエンドクラス の CPU 利用率っていうのを定義したところですので、そのところで定義しました。はい、でそれでコメントを言おうと思ってたのは、だから、まあ、直接関係ないですけど、メモリの世界も連続物理メモリを取るために、分途時にあらかじめ連続物理がバッて取って、他に使わせないってことを、まあ、今でも王道で結構やってたりするんですけど、それに対してそんなことしてたら、メモリがほとんど無駄になってるよねって話で、まあ、CMA みたいなのが出てきて、加工はするけど一時的には上げるみたいなのが出てきたんですけど、これもなんかそういう意味では CPU リソースを長さが抑えちゃうわけじゃないですか。そうですね、本当はデッドラインはあまりない時も、実は FIFO と RR は 50% ぐらいしか使えないとか、そういう状態を強いるわけですよね。作っちゃいますね、この辺のパラメータを設定。もしかして次のステップはそういうのいるのかな、CMA の CPU リソース版みたいなに取りはするけど、まあ、なるべく空いてれば上げるけど、いつでも取り上げるぞみたいな、それは一番理想っちゃ理想です、要は CPU の性能半分になったように見えるわけで、まあ、リアルタイムの世界だけで見たらそうなんです。あともう一つは、ね、嫌な点が、要はシステムの、要は関連スレッドとかって、RT クラスで動いてるんですけど、それよりもさらに上で動いちゃうので、そちらの例えば RT パッチなんかで、要は割り込みの処理するスレッドとかがいても、そいつらよりもはるかに上のこうプライオリティで言うわけで、その辺の影響というのはどう出てくるのかっていうのも実は問題になったりします。それでハード割り込みよりは下ですよね。ハード割り込みは必ず入ってきて処理だけはされてます。割り込みのトリガーだけはされてます、でもあれです、RT パッチで言うと割り込みハンドラーが一般のレベルになるので、そうです、今だとデッドラインですね、マジで。そうですね、割り込みのキャッチだけはするんですけど、キャッチした後、投げたスレッドが動かないので、要は秘密的な処理してくれなくなっちゃうんですよ。実際、まあ、これじゃないですね。これでちょっとこの辺ちょっとヒゲとか見えるんですけど、この辺割り込みがこうプッて入ってる感じのヒゲです。ちなみにこれ見せたら、たまたまそこにレッドハットのスティーブがいて、で後で聞いたら、カーネルシャーク作ってないんだけど、このプレゼンで使ってくれる人初めてだ。そういうなんか面白いコメント、ありがとうってちょっと感謝されて、ああずっと大切だと思うことないそれはい、まあ、余談でした、ね、他に何かご質問ありますか。どうもありがとうございました。